リカフロリダ州デイトナービーチ、デイトナインターナショナルスピードウェイ。アメリカの今年の冬、まあ、このレースの頃は気温が30度を超えました。真夏のような天候でした。世界の自動車レースのシーズンインのビッグレースがデイトナ24時間。この時間はスペシャルゲスト、このレース大活躍されました日本を代表するレーサー片山芳美さん、そして解説オートスポーツ編集長の熊谷光美さんで、このエキサイティングレースを堪能しようと思います。さて片山さん、はい、この 5.73 キロのコースですがね、はい、実はルマンと違いましてね、夜が長いですね。今これはあの夜間のいわゆるライトの位置をね示してるんですが、はい、本当にこのね、暗い時間、夜の時間が非常に長いということはね、はい、ドライバーとって非常に少ないですよ ね、はい、13時間近く、夜を走ります、このデイトナ24時間。さて熊谷さん、はい、このデイトナ24時間はですね、ルマンとはちょっとのカテゴリー違いますけれども、ね、ご紹介ください、はい、まあ、種類としては GTP という車、これが主流になるんですけれども、ジャガー、ポルシェ等の車ですね、はい、その下のクラスになりますと、この GTP ライトという、ね、まあ、軽いというそのライトなんですけどね、それでも400倍、そうですね、そして、まあ、ツーリングカーの形をしたですね、はい、車両としてはこの GTO という車とGTU 両方あるんですけどね、これはあの排気量 3000cc で上下に分けまして、こちらが GTU クラスなんですけども、マツダ RX7 に代表されるこの車が GTU ですね。なるほど、まあ、GTU、 U はアンダーというふうに呼ばれていただきたいと思います。さてデイトナ24時間、スタート方式はローリングです。ペースカーが先導してローリングして、その後グリーンタウンでスタートします。まあ、このスタート方式はシーカーではおなじみですね。そうですね、このアメリカのIMSAシリーズでもほとんどスタートはこのローリングスタートを使っています。はい、そして今回この車載カメラですね、67番、67番のポルシェにカメラを積んでおります。これでまたエキサイティングなレースが堪能できると思いますが、さてポールポジションは日産です。日本の車が取りました GTP、 日産のポールポジション、ブラバム、ロビンソン、ルーエンライ、そしてアウトサイドがジャガーです。ジョーンズ、ラマーズ、ボーゼル組、そして第2列です。ここにも日産 GTP、 日産は2カー体制で臨みました。アウトサイドがスイスのウォルター・ブルンティーム、ポルシェ96に C であります。そしてこの後第3列がルドヴィック、ウィーバー、バンデメルベのポルシェ96に、この第3列のアウトサイドには、まあ、アメリカでおなじみといいますか、ビッグスパイス GTP、 ロスクラインクエスター組のこのマシンがありますが、この後第4列をご紹介いたしましょう。ジャガー XJR が2台です。61番コブ・ニールセン・ウォーレス、それから66番アイサイドが、アウトサイドがデイリー・ドネリー・タンベイ組です。そしていよいよ第5列をご紹介いたしますと、アンドレッティファミリーのこれはまずポルシェ962ですね。そしてアウトサイドが今日ゲストの片山さんです。片山よりの、そしてフォーブス・ロビンソン組のマツダ 767B。 以上第5列までご紹介いたしました。さあいよいよ最終コーナー、ここからローリング間もなくスタートです。片山さん、この辺り、ローリングでペース落ちてるんですけども、はい、この辺りで何キロぐらいスピード出てるんでしょう。そうですね、 3速でだいたい120から140ぐらいでこう蛇行しながらタイヤ温めてますね。なるほど。さあインサイドの2台日産 GTP、 アウトサイドがジャガーとその後ろポルシェであります。まもなくコントロールラインを越えてグリーンフラッグが振られますとスタート。今89年デイトナ24時間レーススタートであります。まず第一カーブに向けて突っ込んできました青いマシーン、日産 GTP2 台、そしてその後ろジャガー、そしてポルシェであります。インフィールドのコース、ここはフラットなコースになりますが、まず先頭を切りましたのが日産 GTP、 ブラバム、ロビンソン、ブエンダイクが乗ります日産です。やはり片山さん、まずスタートから日本車が先頭できますと気持ちがいいですね。そうですね、やはりこう日本人としてねいててね、やはり日本車がねやっぱり飛び出してくると、はい、やっぱり見とっても気持ちいいですね。そうですね、はい、さて第5列からスタートしました片山さん、はい、うん、この辺りでは、まあ、中盤につけておりますけれども、まあ、上位を狙っているという意思でしたか。そうですね、まあ、前半戦は少しちょっとペースを抑えて、はい、ちょっと予想チームの出方を見ろうということでちょっと抑え気味になってます、まあ、熊谷さん、はい、日産は今回2カー体制で臨んでますね。昨年
まあ、ドライバージェフ・ブラバムがIMSAのチャンピオンを取れたんですけれども、はい、メーカー選手権においては日産はポルシェに1点差で敗れたんですね、その原因がこのデイトナ24時間と第3戦のセブリング12時間、ロングディスタンスのレースをですねキャンセルしたわけですね、それが原因でチャンピオンを逃したということで、今年はもうデイトナそしてセブリング耐久全て出るということで、まあ、今回も通過エントリーで万全の体制をで臨んできたということになっています。はい、さあスタートしてから順位先頭が入れ替わりました。今度はポルシェであります。ポルシェが先頭になりました。まあ、この辺り片山さん、非常にですね序盤戦からもうすでにトップグループはまるでスプリントレースのような勢いでしたが、そうですね、ちょっと早すぎますね。そうですね、まあ、マスダは今回ですねこのレースには2ローター3ローター4ローターと、はい、マスダの持てる力を全部積み込みましたね。そうですね、あるものを全部出そうと持っていたんですけどね。はい、車載カメラからこれはアンドレッティのポルシェ 962C、 この中から迫力ある画面をご覧いただいておりますが、まあ、片山さん、このバンクですね、デイトナのこのバンクというのはどうなんですか。そうですね、結構このバンクというのは難しいんですよね、だからね非常にハンドルを切ることも多いし、だから非常にドライバーとしてはね非常にルマンと違ったこう疲れ方いうんですか、もう息抜くところがないのでね、かなりドライバーとしてはやっぱり辛いですね。ああなるほど、まあ、熊谷さん、バンクとそれからフラットなコースですね、はい、フィールドですね、その組み合わせになっています。はい、あとこれは84番の1台のですね GTP 日産ですが、この前にちょっと実はですねジャガーと接触しまして、その後のこれピットインなんですね。そうですね、アウサイドのタイヤフラットスポットのタイヤ、まあ滑ったために削れたということでタイヤ交換してるんだと思いますね。なるほど、さてジャガーとそれからもう1台の日産、これがコース上2位争いですね。熾烈なトップグループ争い、前がジャガー、そして後ろが日産です。離そうというジャガー、追い上げようという日産、これがバックストレッチ。ここのところに片山さん、ちょっとですね減速する、いわゆる試験員といいますかね。そうですね、はい、ここは非常に難しくてね、はい、なんか一番こう速度が乗りかけた時にブレーキングして、はい、入るコースで結構ね道幅が狭くて滑りやすいんですよね、はい、なんか非常にここは神経使いながら走りますね。あーなるほど、はい、さてトップは86番のポルシェ、ルドウィック・ウィーバー・バンデ・メルベのポルシェ 962C です。グランドスタンド前、そしてこれが2位と3位、ジャガーとそれから日産です。その差はもう、そうですね熊谷さん、はい、1秒ちょっとぐらいですね。そうですね、もう大接近戦で、まあ、これ前の車のこう様子を見てるような感じで、まあ、日産としてもジャガーの後ろピタリとつけてるような感じですね。はい、これがインフィールド、いわゆるデイトナの500のストッカーレースではアウトサイドのいわゆるバンクのコースを使いますが、このデイトナ24時間スイカーのレースではご覧のようにこのインフィールド、まあ、この辺りが片山さん一番スピードが落ちるところですか。そうですね、ここはインフィールドで一番速度が落ちるところですね。はい、はい、ここからもう一度右に、そしてここから右になりますが、まもなくまたバンクに出ます。かなりこう見てるとやっぱりあれですね、日産はちょっとペースを抑えてますね。あ、そうですか、はい、トップを行きます86番のポルシェ、ルドヴィック・ウィーバー・バンデ・メルベ組、さあまたバンクに出ました。おっと、コーションフラグが出ていますね、熊谷さんね。そうですね、これはバンクでストップしてますね。あ、96番シェビーカマロですね、はい、どうしたんでしょうかね。場所はどこになるんでしょうか、うん、1コーナーの突っ込みですね。あ、なるほど、ブレーキングをミスして、そのまま真っすぐ行ってしまったのか、それとも、まあ、エンジントラブルかというところです。はい、ここまでトップは86番のポルシェです。年のデイトナ24時間レース、スタートから1時間を経過しました。トップは86番のポルシェ 962C、 ルドヴィック・ウィーバー・バンデ・メルベンミ。熊谷さん、はい、去年はですねジャガーが初出場で確か初優勝したんですね。そうですね、トム・ウォーキン賞チームが、まあ、去年初めてそのジャガー XJR9 を持ち込んで優勝したわけですね、はい、そして、今先頭のポルシェはですね9連覇にならなかった、はい、
まあ、今年は、まあ、仕切り直しという感じなんですけど、体制からすればトム・ウォーキンショーチームっていうのは、WSBC 戦でももういい成績を収めてますんでね、はい、このイムサでも相当活躍が期待できると思います。さて片山さん、はい、マスダ767が徐々に上がってきましたね。そうですね、この辺からぼちぼちペース上げて、はい、まあそうですね、まあ、夜中から朝方にかけてどこまでやれるかいうのが一つの勝負会ですからね。なるほど、はい、はい、先頭行きますのがこの86番のポルシェ962、熊谷さん、ポルシェ962というのはですね、もう本当に世界のレースではもう何年になりますか。そうですね、まあ、そのベースとなった956という車があるんですが、あの車がデビューしたのは82年ですからね。ああ、そうしますともう7年目。そうですね、長い長い、そして、まあ、これは歴史に残るマシンということが言えましょう。さあ見えました、ブルーのマシンが日産、その前にジャガーです。ジャガーと日産の争い、これも見ものですね。すごいですね、まあ、去年のそのイムサシリーズの宿敵ですからね、はい、前がジャガー、そしてこれを追う日産です。イギリスとそして日本車の戦いであります。片山さん、こういう、まあ、後ろのつけてる日産の方なんですけどね、はい、今一応抜くような素振りを見せながらも、その牽制ということを当然こうするわけですか。そうですね、ある程度こう牽制して、そして相手にこうちょっとどういうんですかね、エンジンなんか無理を誘うという気持ちはあるでしょうね、後ろにね。まあ、これだけのバンクのですねスピードのあるところでは、なるべく後ろの車をやる、やはりこうスリップストリームといいますかね、なるべく利用したい。しかし前は逃げますね。そうですね、まあ、非常にああいう展開になると難しいこう展開というんですか、まあ、やはりオーバーヒートすることだけ後ろですからね、気をつけながら、まあ、うまくこうエンジンをなくしてついていくような、そういう作戦の練り方をするんですよね、後ろは。はい、さて注目しましょう、68番ですね、これはアンドレッティ親子ですね、はい、アンドレッティファミリーのポルシェ962、あ、ウィリアタイヤですね、ブローしたんですね、表面が剥離しまして、これでタイヤ交換ですね。いわゆるタイヤのゴムが引きちぎれて、はい、飛んでますね。あ、やはりゴムの破片で FRP の香りがですね、はい、やっても下がってしまうんですね。片山さん、どうですか、これだけのスピードで、まあ、表面が剥離しただけでも相当振動が来るんじゃないですか。そうですね、バンクでやった場合でかなりの振動が来るしね、まず怖いのが上手に止めなかったら、これ完全にタイヤバーストしますからね、それを刺さないようにうまくこうコントロールしながらこう抑えてバラバラになるように帰ってくるのが非常に難しいんですよね。ということは、まあ、さすがこれ、マリオ・アンドレッティがドライブしてたんですけども、そうですね、ベテランのこう味という感じですかね、やっぱりさすがベテランですね、はい。まあ、しかしその後アルミ板でですねちょっと補修してますけれども、そうです、ね、アメリカ的ですねこの辺りはね、24時間。さあこちらトップですね、トップの86番のポルシェです。ルドウィック・ウィーバー・バンデメルベ、ドライバー交代しました。はい、今ウィーバーが降りました。はい、外側のタイヤを2本、内側どうしました。変えてますね、変えてますね、はい、ここではだいたいタイヤ交換するのはね、だいたい外側の方が疲労するんですけど、だいたいもう一緒に変えますね、はい、あ、そうですか、はい、やはりインフィールドも多いですしね。そうですね、もうほとんどガソリン補給するとドライバー交代の時ともう同時にタイヤを交換しますからね。あ、なるほど。おっと、これはインフィールドに突っ込んでいますのはマウロ・バルディのポルシェであります。さあバルディは何でしょうか。これは第2ターンのところですね、第2ターンのところですからエスケープゾーンは比較的広いんですけれども、それでもまっすぐ、直線的にガードレールに刺さってますので、今ね叫んでましたヘルプミーというね声が聞こえたと思います。さあドライバーのバルディなんですが、足が引っかかってるようですね。はい、こういう時いたらね、ドライバーいたら火がついたら危ないのでね、はい、やっぱりすごくこうどういうの真剣になりますね。はい、はい、さてバルディのこういった事故がありまして、レースから3時間、午後6時でありますが、86番先頭行きましたポルシェ 962C ピットロードに戻ってきました。ちょっとペース遅いですね、何かトラブルが出たようですね。もうすでに夕闇が迫っています。デイトナスピードウェイ、ヘッドランプをつけてヒットに戻ってきました。これまで先頭行きました86番のポルシェ、これまでの順位は83番の日産 GTP が
2位、そしてその後を追いまして、ジャガー XJR9、 これが日産とチェイスを演じておりましたけれども、さあこれでトップが変わりました。60番のジャガーがトップに立ちました。そうですね、はい、ジョーンズ、ラマーズ、ボーゼル、ジャガー XJR9、 このジャガーがトップになりました。そしてこれを追いますのが日産 GTP。 このジャガーなんですけどね、WSPC を走っているジャガーは排気量 7000cc なんですが、IMSA の場合はストックブロックの場合最大排気量 6000cc なんですね。ははですから、まあ若干仕様が違うと、あとまあ燃料タンクの総量が IMSA の場合120リッターまで大きくできるんですね。あ、なるほど。まあ、だから、ルマンを走ってる車と形は似てるんですけども、細部にわたって、違うわけです。なるほど、まあ、ルマンではガソリンは100リッター以内、その差があるわけですね、はい、さあいよいよ夜間走行になりました、まあ、片山さん、はい、あのルマンは大体ですね、夏 の、 あの日がこうね、長いシーズンでやりますんでね、逆に夜は短いんですね、7時間ぐらい。そうですね、しかしここは長いですね。そうですね、もう追ってもホッとしますね、早く夜が明けてくれないかなという気がしますね。あ、そうですか、はい、まあ、夜走るというのを片山さん、はい、こう昼から夜になりましてね、どんなところがやっぱりこうドライバーにとって辛いんでしょう。そうですね、特にここのコースでね、あの GTO、GTU いうのも結構おりますからね、はい、まあ、そういうところでやはりあの油とかそういうガソリンとかいうのがこぼれて、やはりウィンドウガラスについて非常にこのウィンドウガラスが汚れすぎて見にくいいうのがね、非常にやはり夜は辛いですね、特にここはね。それからこのようにね、やはり工場ね、そうやってしてる車もありますし、はい、非常にやはりあの台数的にコースの割には台数が多いですからね、はい、非常にそういうものを気をつけてほしいですね。さて片山さんのピットですね、はい、そうですね、はい、この時おそらく今あのベルトを交換してると思うんですよ、はいはい、このマシンは4ローターのいわゆるマツダでは最新鋭のマシンでしたね。そうですね、はい、さてこちらはコースインフィールドに突っ込んでいます。リアタイヤが外れてしまった、まあ、外れてますね。さてこちらはもう1台の日本車トヨタの 88C、 どうですか駒谷さん、煙が上がってます、はい、ちょっと水蒸気のようですね、オーバーヒートなんでしょうか。おっと、ご覧のようにオーバーヒート、まあ、しかしこれはちょっと休めておけばまた出られそうですね。そうですね、それでもまあこれだけ気温が下がってきてのオーバーヒートですから、なるほど、エンジンに何かトラブルが出てきたのかもしれません。はい、この間先頭は60番ジョーンズ、ラマーズ、ボーゼルのジャガー XJR9 です。さあジャガーが今年デイトナ24時間で2連覇なりますか。まあ去年はジャガーといえばこのデイトナとそれからルマンを制しました。そうですね、さあその先頭の60番、この、 あのスピードですね、タイヤ交換その他見ていただきたいんですけども、はい、イムサの場合はあのガソリン補給に関して、毎分1リッターという規定がないんですね、いくらでも早く入れていいということで、もうそのピットスピードが速ければ速いほどそのレースに影響を与えますんでね。うん、なるほど、まあ、ちょっとあのブレーキですね、右フロントちょっと煙が出てます、まあ、これは大丈夫ですね、パッドが焼けてるという感じで問題ないと思います、はい。さて、ヒットしました60番ジャガー XJR9、 ジョーンズ、ラマーズ、ボーゼル組です。日産とジャガーが先頭争いを演じています。デイトナ24時間、日産 GTP、 ブラダム、ロビンソン、ルーエンダイフ、この83番のマシンが現在トップに立っています。さあ片山さん、あのこれだけ暗くなりますとね、ラップタイムっていうのはこう何秒ぐらい落ちるんでしょうか。そうですね、やっぱり3秒ぐらいの落ちを大体計算するんですけどね、まあ、それと、まあ、オイルとかそんなのがこぼれても非常に短いと、滑りやすいということもあるんで見にくいからね、どうしてもそれだけの余裕を持ってドライバーとしては走りますね。ちょっと無理をするとね、やはりね、昼間と同じだけのタイムで走ることもするんですよ。やはりそういう危険率が高いということで少しペースを抑えて、それと周回遅れが出てくるとちょっともう2秒ぐらい抑えるということです。なるほど、さあこの間にその片山マツダ 767B徐々に順位を上げてきています。そうですね、もうこの辺からぼちぼちとペースを上げて、行こうかという作戦に切り替えています。なるほど、まあ、この辺りのドライバーの心境としてはどうなんですか。とはいえやはりこう夜でね、
なかなかこうドライビング気を使うと思うんですが。そうですね、うん、まあ今までずっとやってこうやはりこの暗い時分一番こう辛い時にね、できるだけこう稼いでいって順位を上げていくいう作戦にやっぱり持っていってますのでね、さあトラブルの車で、イエローフラグコーションフラグが出て、あっとコース上にはご覧のようにカウルですね、フロントカウルの下です。まあ、こういったところも片山さん危ないですね。そうですね、まあ、今のちょっと OK で細いやつとかいろんなやつがこれはコースに出てるんですよね、さあここまで首位争いを演じてきました60番のジャガー、熊谷さんどうでしょう、メカニックがですねもうエンジンはダメだというようなサインを送ってるんですが、排気系からちょっと水蒸気上がってますんでね、さあちょっと気になりますピットですが、この間に先頭は日産 GTP 83番、この83番のブルーの日本車が先頭に立ちました。今リーダーボードで2番手に60番ついていたんですけども、あのトラブルですね、これからどんどん落ちていくような感じがしますね、はい、さあおっとドライバー降りましたね、やはりダメですね、さあ車、あこれパドックに引き上げるようですね、そうですね、リバースで後ろに押していきました。ついに60番、これまでジャガー日産首位争いを演じましたけれども、ここでジャガーが1台消えました。さあそしてこちらはポルシェです、アンドレッティベルウォレックの67番のポルシェピットイン、さあちょっとピットワークを見てみましょうか、はい、ドライバーがジョン・アンドレッティからデレック・ベルに変わりますね、そしてこちらいよいよ1台となりましたジャガーです、61番のジャガー XJR9、 これは速いピットオフです。さあコースに復帰しましたジャガー、そしてポルシェも出てきます。ジャガーもね少し1台がリタイアしたのでちょっとペースを抑えると思いますよ。あなるほど、はい、さてこれはピットのメカでしょうかね、そしてコース上どうやら片山さん霧が出てきたみたいですね。そうですね、この時分からちょっとねデトナでは珍しいんですけどね、こんなに霧が出ることはめったないんですけどね、私初めてなんですけど経験が。あそうですか、だからねこれ霧が出てうわこれ走りづらいなと思った途端にもうペース変わりましたからね、はい、午前1時50分コース上霧のためレッドフラッグでレース中断の旗が出ました。ご覧のようにマシンはペースカーの先導でピットロードへ、そしてこのまま霧が晴れるまで待機になりました。89年デイトナ24時間耐久レース、さてコース上霧のためレッドフラッグでレースが中断しておりました。しかし朝5時過ぎから霧が晴れてきました。片山さん、はい、あの霧がですねまた晴れてきましてね、はい、ローリング開始されました。この間4時間近くあったんですが、片山さんどうなすってました、私らはねもう完全にその間にちょっとでも休息を取るために、あの全員が寝ました、それでね非常にこれに特徴があったのがね、しっかりしたチームというのは、はい、最低30分か40分前にこう起こしてもらえるようなシステムを取ってね、あ準備ありますもんね、ところがプライベートチームはやはりねちょっと遅れてねちょっとおろおろしたチームがありましたね。そうですか、はい、まあ、しかし熊谷さん、あの霧がね晴れるかどうかってこれまたなかなか、ね、分からないですよね。もう予選の時はですね、夜霧が出ますと明け方もう過ぎて9時頃まで、あの霧が出っ放しだったんですよね、はい、だそれだけにですね、まあ、昨日までそうだったからという、まあ、先入観念で寝てしまったチームも多かったですね、はい、さてインフィールドからですね今ペースカーがインサイドに入って、そしてバンクのところからスタートしていきました、ね、そうですね、あのこれは、まあ、トップは83番、まあ、その前にペースカー入りましたんですけども、その他の車 GTO、GTU 全てあの配列としては入り乱れてるわけですね、はい、そのために本来のスタート場所からグリーンフラッグ振りますと大混乱になりますんでね、そのためにスピードの下たところから再スタートという形になっています。なるほど、その先頭行きました日産 GTP 早くもピットインですね、あの4時間の間休んでる間メカニックはマシンをいじることができないんですね、はい、そのために、まあ、日産としては再スタート直後に、まあ、それまですり減ってタイヤを変えられなかったわけですね、はい、そのために一周した段階でタイヤチェンジ、
なるほど。この辺も、まあ、4時間内でタイヤも冷えてますんで ね、そうですね。それよりもあタイヤはああのタイヤをまだ温めたフレッシュなタイヤを付け直したというような感じです。はい。さてタイヤを交換してまたコースに復帰しました。この時点ではこの83番日産がトップでまたコースに復帰できましたね。はい、はい。まあ、あと心配なのはですね、この4時間、レッドフラッグ振られて、エンジンが止まったわけなん、止めたわけなんですけども、4時間経てばもうエンジンは完全に冷え切るわけですね。そしてまたこうやって、再スタートするわけですけど、そのエンジンの温度差がものすごい差があるわけですね。それがこのターボ車勢に対してどのような影響を与えるかですね。はあ、これが後半レース展開に思わぬトラブルが今引き込まれるようなことも可能性も出てくると思います。さあ今83番日産が67番のポルシェを抜いていきました。まあ、片山さん、この辺りですね、レースが再開してやはりこうドライバーとしてもそういったメカにかなり気を使いました。そうですね、やはり特に水温計と油温計なんか特に気をつけながら走りますね。さあこのレースが再開する前のスタンディング順位ですが、83番の日産が先頭、その後ジャガー、そしてポルシェが4台、そして10位に片山組、マツダ 767B が上がってきました。さてレースが再開されましてから、そうですね、14時間から15時間、ようやく日も昇ってきました。しかしかなりも朝は熊谷さん、これ冷え込んでいましたね。そうですね、まあ、気温としては15度なんですが、はい、とこちらがですね、おっとヨーストポルシェですね。ヨーストポルシェ、南側のバンクを終わってストレートに入ったところで、土手にクラッシュしてですね。そしてもう一台煙を吹いています。さあこちらのポルシェ、シングル、これもポルシェですね、シングルターボなんですけども、はい、そのあたりから煙が出てますね、炎も出てますね、ターボブローリーのようです。レーベン・タイソン組のポルシェ962、ここまで6位で来ました。85番のこのポルシェ 962C、 おっと1本タイヤが飛んでいる、うまくフィールドの方に転がりました。こちらはですね、北バンクの入り口のあたりですね。まあ、片山さん、これコース上じゃなくてよかったですね。そうですね、あれコース上だったら後ろ君も大変ですからね。さあ5番、これがフォード、タイヤが飛んでいるフォードのクローブ、この辺も良かったですよね。車は無事ですからね、はい、あそこでまだバンク走ってなかったから良かったようなもの、まだ試験のあたりでしたから。さあこちらが GTU クラスのですね、日産が今回初めてエントリーさせた 240SX という車です。はい、他車と接触したのか、まあ、カウルがタイヤに当たって煙を吹いたんですが、そうですね、さあフロントのあたりがちょっと変形してますね。この辺も早くピットに帰ろうとして焦ってたようで、さあ出られますか。エンジンはかかっています。ん、どうやら大丈夫なようですね。新しいタイプの日本のマシン GTU クラス。さて片山さん、はい、まあ、13時間近くも夜が続きましてね、はい、夜が明けてきた、もうそれまで緊張してたあれがこういったこうトラブルにこうつながってきているんでしょうか。そうですね、ちょうどこういろんな面でこれぐらいの時間帯になってくると、ちょうどこう疲労がこう車にも出てきているんですかね。あ、やはりこう一番こう大事な時ですね。なるほど。先頭は日産 GTP、 この83番の日産がしかし15時間から16時間、経過いたしましてもこの日本のマシンがトップです。89年のデイトナ24時間。さてフィールドに1台、まあ、去年はスプリントレースでは強かったこの日産ですが、この長丁場の24時間レースのデイトナ、果たして完走を走り切りまして、おっと1台スピンです。インフィールド3番のブルンポルシェ。片山さん、この辺どうなんですか。もうコースサイドラインを外すと、もう砂とかタイヤカスでだいぶ滑るということなんでしょうか。そうですね、ちょっとねラインからちょっと外れるとね、アウト側はもうタイヤのカスとか砂でね、もうすごく滑りやすいんですよね。さてスタートから18時間、これが67番、現在2位のアンドレッティベルウォーレックのポルシェ962であります。そして現在先頭は83番のブラバムジニア、ロビンソン、ルーエンライクの日産です。これが第3位、ジャガー XJR9 コブ・ニールセン・ウォーレス組。
さて朝9時40分を過ぎまして日が高くなってきました。これが67番現在2位のアンドレッティベル、ウォーレックのポルシェです。この後に86番のポルシェ、そして3番のブルーンポルシェ、おっと行きたいスピンです。あっ、これはよりの選手が767ですね。よりの選手がドライブしている 767B なんですが、これで復帰ですね。片山さん、この時のショックというかダメージですけども、どのような思いだったんですか。そうですね、あれ今ちょっと画面で言ったら左側が当たったんでね、まあ、この点は非常に良かったなと思って、右側だったらこれ大変ですからね、あのマフラーがありますのでね、ははエグゾースト系統、そうすると火災の恐れもありますので、まあ、そういうもんで非常にそういう意味ではラッキーだったなというふうに思ってます、はい。まあ、その後、まあ、ピット入って修理もやったんですけどね、割とガムテープを貼ったりなんかしながら走ってみて、その後調子はまともでしたから、まあ、良かったなと思ってます、はい。さあこの間に先頭の83番ブラバム・ロビンソン・ルーベン・ダイクのこの日産がピットインです。これは熊谷さん、どうやら予定のピットインでしょうか。予定ですね、今降りたのがあの白にブルージのヘルメット、あれがジェフ・ブラバムです。はい、昨年のドライバーチャンピオンとか、かつてのジャック・ブラバムのジュニアですね。さて、まあ、片山さん、この時点までですね、マツダ7676位に上がっていました。はい、そうですね。期待してなんとか上位狙いたいところですね。そうですね、ここから本当は上位が狙いたいところなんですよね、はあ、はい。さてコースに復帰しました83番の日産、そして現在コース上これがアンドレッティベルオーレックのポルシェ962、現在まで2位ですから、これでトップが入れ替わりました。先頭はこの67番のポルシェです。なかなかこう画面で見るといい走りしてますね。そうですか、はい、安定しますね。あ、まあ、この辺りから熊谷さん、どうやらベテランのですね、いわゆる耐久レースにこう名を連ねたこの67番のマシンですね。そうですね、まあ、デレック・ベルにしてもすでに、はい、このデイトナ7回勝ってますし、はい、ウォレックも2回勝ってるんです。こちらがですね、これは日産ですね。日産ですね、ええとエンジンブロームですね。さてトラブルか、あそこまでちょっと白い煙吹いてますとね、だいぶ大きなトラブルのようなんですが、ピットまでたどり着けそうもないですね。そうですね、スタートから19時間です。さて83番日産 GTP、 どうにか帰ってきたんですが、エンジンから車を煙を吹いておりましたけれども、さあどうでしょうか、ピットにたどり着くことができますかどうか。さあこの間にトップを奪いましたのはアンドレッティベル・ウォレック、このポルシェ962です。鮮やかなゴールドに塗られましたその67番のポルシェがインフィールド。さあ83番がちょっと気になるところですが、日産 GTP、どうやらコースに飛びつく前でスローダウン、そのまま止まっていました。このままリタイアか。89年のデイトナ24時間レース、ご覧のようにこの67番のポルシェ96日、これを追いますのがこのジャガーです。さあこれでいよいよまた去年のデイトナ24時間、ジャガーとそれからポルシェの争いになりました。これがポルシェを追いますジャガーです。トブ・ニールセン、ウォーレスのこのジャガー、こちらが17番、ベーコン・リード・ミランのマツダ RX7、 はい、これがですね GTU クラスのトップを快走している車です。このままいけばもう8年連続デイトナ優勝ですね。なるほど、まあ、片山さんにとってもこのマシンは本当におなじみのマシンですね。そうですね、はい。さあ気になります、これまで先頭を走ってきました日産、熊谷さん、どうやらピットでストップ、ちょっと時間かかってますね。さあこの間に先頭はこの67番のポルシェです。ジョン・アンドレッティ、そしてベテランのベル・ウォレックのポルシェ 962C、 これが現在デイトナ24時間先頭です。まあ、この車ですね、タイヤが BF グッドリッチというタイヤをつけてるんですけども、はい、
まあ、このデイトナ勝てば初優勝ということになるわけですね。あ、なるほど。そしてまあポルシェにとっては50勝目、イムサ50勝目になろうとしているわけです。マシンはボディあるいはエンジン、それからもう一つはタイヤ戦争でもあるわけですね。さあインフィールドに入ってきました。シェインの部分ですが、これは67番のポルシェ。おっとこちらピットですが、どうやらもう最後のガソリン補給をしてですね、ゴールを待とうという作戦だと思います。はい、ちょっとあのこのままのペースでいくとゴールまでガソリンが持たないと、まあ、ダメ押しで入れるような感じになると思います。はい、さあインサイドに入ってきました。ピットロードへ。67番のポルシェ962、アンドレッティ、ベル、ウォレック組。今ドライバーはウォレックですね。はい、さあ最後のガス補給です。これはもうあと残りほんのわずか走り切るだけでいいわけですからね。さあスタートです。で、まあ、あのイムサのルールではあのガソリン補給中エンジン止めなくていいということでね、今そのままスタートを切ったわけですね。日本でこれやりますと罰金ですけどね。ああそうですか。さあそしてこのジャガー、61番のジャガーが追い上げています。コブ・ニールセン・オレス組、去年はこのデイトナ初優勝を果たしていますジャガー。さあ最後の追い上げになりますか。まあしかしここまで本当に24時間とはいえ、熊谷さん、スプリントレースですね。そうですね、まあ、そのスプリントレースの中でもベテランのウォレック、そしてベルがですね、自分のペースを守ったという感じなんですけども、はい、片山さんどうでしょう、その2人のベテランの走りなんですけどね。そうですね、やはりね、こう見てるとこうジャガーと西さんが戦っている間じっと我慢してましたね、前半をね。なるほど。それで後半になってね、これ相当そこそこのね、もうラップ差がないですからね、そこそこのペースで走ってますよ。それでもね、十分持つぐらいに、後半に持つぐらいのペースで前半ずっと抑えて出す、こう走ってた、我慢してたいうんですかね、はあ、その点がやはりこう耐久レースよく知ってるドライバーが乗ってるなというふうにやっぱり感じますね。なるほど。さあいよいよ最終コーナー立ち上がりました。まもなくグランドスタンド前、チェッカーフラッグが今振られました。1989年デイトナ24時間です。優勝はポルシェ 962C、 ポルシェが勝ちました。昨年の雪辱を果たしましたアンドレッティ、ベル、ウォレック組。予選12位でスタートしましたベル、ウォレック、そしてアンドレッティ組のポルシェ、アメリカンクラシックのビッグレースのウィナーに輝きました。まあ、片山さん、結局マツダ767は5位に入りましてですね、これでマツダのシーカー24時間レースの体制も整いました。ルマンはいかがですか。これでね、いいあのレースとねテストを兼ねましたからね、これで完全な体制がルマンに向けてできると一つ確信いたしました。私たちも期待しています。熊谷さん、はい、まあ、ポルシェが勝ってですね、でジャガーとポルシェ、それから日本勢の戦い、そうですね、楽しみですね。これがそのままルマンに移るんではないかと、はい、そしてまあそのルマンも超絶 WSPC なんですけども、はい、それにベンツも出てる、来週4月9日なんですが、その第1戦が鈴鹿で行われるんですけどね、そのレースも相当激しいレースになると思いますので期待したいと思います。なるほど、まあ、この後の WSPC シリーズ、そしてルマン24時間が本当に楽しみになってきました今年のレースです。片山さん、熊谷さん、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。